中国最大のオンライン旅行会社で、上海市のシートレップ園の教師らが、園児に暴行を加えている映像が、ネットで大きな話題になっています。11月1日の映像によると、女性教師が女の子が背負っていたバックパックを地面に叩きつけた後、さらに頭を小づき、女の子はよろけて、机の角に頭をぶつけました。11月3日の映像によると、十数人の子供たちが椅子に座り、教師が何かを子供たちの口に入れています。 すると、それを口にした途端、子供たちは苦しそうな表情になり、大声で泣いている様子が映っています。3日午後、同園に抗議をした保護者は、子供を預けた後、子供の体に原因不明の傷ができたと訴えました。保護者は、教師が子供たちにわさびを食べさせていたと指摘します。わさびを食べた子供が、1時間に6回もお腹を下したと泣きながら訴えました。 この幼児虐待事件は社会的な注目を浴び、園を経営するシートリップ会社と管理機関は批判を浴びています。上海市教育委員会のテ丹平は問題の託児所の責任者は上海市婦人連合会だと述べています。さらに多くの映像が出てきています。保護者の長さんは北京青年法の記者に対し、保護者たちが託児所のすべての監視カメラの映像を閲覧し、 多くの子どもたちが虐待されていたことを知ったと述べました。8月9日に最初の虐待が発生し、同30日から頻繁に発生するようになったと話します。長さんは、事件が明るみになってから、管理責任者である上海浮上連合会からは一切接触がなく、謝罪もないと言います。さらに、信じられないことに、この問題をめぐり、報道規制が敷かれました。 中国数字時代11月11日付はネット報道管理所がシートリップ園事件の報道とそれに関係する SNS を封鎖するよう命じた通達がネットに流出していると報じましたネットでは関連画像が SNS サイトから自動的に判別され削除されているといいます 他们就怕嘛，他们报道的都是假的。现在网络是对他们攻击力很大嘛，老百姓都很愤怒，他们就怕了嘛，然后把那些症状全部删除。这个体制如果不改变，做什么都没用。他就是权力、钱、体制，知道吗？这个都连在一起。你也知道，我们这个统治啊，我们这种制度啊，他一有风吹草动，他就惊恐万分。所以呢，他往往的要把事情搞得缩小在最低，甚至在萌芽当中。如果不是合乎他的要求的话，他都有可能。 中国メディアの報道によるとシートレップ園は5クラスあり1クラスに6か月から2歳の幼児が20人以上います。